祖父が残してくれた土地と倉庫に3400トンのプラスチック関連のゴミが放置されています。取材のきっかけは RKB に届いた情報提供でした。大量のゴミが放置されているという福岡県久留米市の水間町に調査班が向かうと、すごいゴミの量ですね。かなり山積みになってます。建物もちょっと古くて、もう穴が開いてますね。あれは敷地内に広がる見るからにゴミの山。うわすごい、もう目の前にですねゴミの山がすごいです。奥もずっと両サイドにゴミの山が並んでいます。使用済みのプラスチックのほか、タイヤ、消火器、発泡スチロールなどもあります。すごいと思いますよ。あれに火がついたら怖いですよ。いつも撮ってるけど、ゴミが飛んでいったりするからですね、風とかでちょっと火事も怖いですし、匂いもちょっとあるからですね、風向きではですね。最近はガラスとかも割れて、ちょっともうむき出しになってるような状態ですので。敷地内の倉庫では男性が仕分け作業をしていました。この土地の所有者で今回情報を寄せた永田康隆さんです。永田さんによると、この敷地にある堆積物は3400トンに上るといいま す, す、ね。なぜここまでこんな風になってしまったんですか。15年ぐらい前から、ここのリサイクル業者に貸してて、でそれが何ですかね、不況になって、だんだん家賃もこう未払いだったりこうあったので。リサイクルという言葉の通り、倉庫の中は大量のプラスチックなどが置かれていました。これ車のフロント部分じゃないですかね。これ、あ、こちらにもこれも車ですかね。この土地は永田さんの祖父が所有していたもので、2006年からリサイクル業者に貸していました。その業者は回収した使用済みのプラスチックなどを加工し、国内で販売したり輸出したりしていましたが、5年ほど前から経営が悪化し、土地の使用料も未払いが続いたということです。調査班は業者のことをよく知るという関係者を取材しました。リーマンショックの影響から今までの廃プラスチックの価格が変動し、結局売ること自体もできないような状況の在庫が増えていった。また国際的な環境意識の高まりから、主な取引先だった中国がプラスチックごみなどの輸入を規制したことで、在庫が行き場をなくしたといいます。一番問題だと感じるのは事業の見通しの甘さ。中国の規制も一時的なものだろうと希望的な観測で対策を立てずに、目先の利益を得ることのみに意識が入っていた。永田さんは業者側に再三撤去を求めましたが、経営者はゴミではなく資産だと主張し続けました。結局業者は去年破産し、業者が言う資産がこの土地に残ったままとなりました。出てもらった以上、正直法律的にはもうオーナーの責任になるらしいので、もうもちろん理不尽な思いはもちろんあるんですけど。処理業者に依頼して全てを撤去するには数千万円もの費用がかかります。永田さんは今仕事の合間を見つけてはプラスチックなどをトラックに積み込み、
無償で引き取ってくれる大牟田市の業者に運んでいます。片付けないとこの土地を売ることも活用することもできないですし、正直お金がないので、まあ、できることを考えながら、ちょっと前向きな気持ちにならないと、ちょっと正直力が出てこないので、持っていけるものだったり買い取ってもらえるものとか、そういうものを一つ一つ見つけて減らして、減っていることをなんか見ながらですね、今進んでいるような感じですね。